規模としては日本最大級のプラントですよという話をしています。石炭灰のこういった事業展開有効利用というのは日本が一番進んでるんですよ。ですから日本最大級イコール世界最大級と捉えていただいても言い過ぎではないのかなという気がしています。普通ですとそのままですと火力発電所から出てくるのって灰ですよね。ところがこういった技術を入れれば火力発電所から最後に出てくるのは石ですよっていうような感じの、その要は事業スキームというかイメージ。日本一石炭灰出しているのが福島県なんですよ。1県で 20% を福島県が出しているということで、まあ俗によく言う産業廃棄物の地産地消を実現するという話。石炭灰を、まあ、計画数値でいうと年間約6万トンこちら方に入れまして、それにセメントとそれから混合材料を混ぜて人工砕石を約年間9万トンぐらい作っていくということになります。でそれをまあこの近くの浜通りの復興工事の方にですね出させていただいてご活用いただくというのが流れになります。多いのが例えば路盤材という形で、例えば道路であったり駐車場とかのアスファルトの下に使うとか、あるいはあと軽いということがあるので盛り土っていって建設工事で地盤を大きく高くしたりするときの下に入れたりとか、あとはこの辺のところで言うと結構メガソーラーとかですね、そういった工事が多いんですが、その時の敷地にこう使って基礎材としてですね使っていくというような用途になるかと思います。火力発電所も含めて日本の石炭火力発電所の技術効率性 CO2 の発生量というのはもう世界最高水準なんですよね。じゃあそこから出てきた灰についてもですね、それを製品に変えるっていうところも、そういったものを世界に発信していこうと、日本の技術を発信していこうと、多少それに寄与できるような企業であればいいのかなというふうに考えています。